田中選手と小園選手でね、揃っていいところで打つということでね、もうこれがハイレベルな競争だと、言わんばかりのね、この打ち合い。お疲れ様でーす。 KT です。今日は4月16日ということで、本日もカープラボをご視聴いただきましてありがとうございます。今日も元気よくやっていきたいと思います。やりました。スワローズに3連勝、開幕カードの借りを完全に返したぞということで、コウスケ選手ナイスバッティングの、ゲームでございました。ちょっとね、まだ頭の整理ついておりませんので、今日の動画ねぐちゃぐちゃになってしまうかもしれないんですけども、まあ今日のカープの勝利に免じて、許していただきたいなというふうに思います。はい、まずはじめ初回ですね、玉村投手、誕生日おめでとうございますなんですけども、やってしまいました。課題の立ち上がりね、いきなり5失点、用意どんで5失点ということで、非常にね厳しい、スタートとなりました。まあ正直です。2連勝してきた、迎えたね、3戦目ということなので、まあ、今日はね負けても仕方がないかなという思いもありました。まあ、さらにはですね、あの解説に前田さんが入っているということもありまして、去年からのジンクスですね、前田さんが解説に入るとなかなか勝てないというのもあったんで、まあ、それも継続して今日はうまくいかないかなというふうに思っていたんですけども、まあ、最終的に7対5で勝利ということでね、まあ、いろんな意味であのいろんなことをね払拭したゲームになりましたんで、大きな勝利となったというふうに思います。はい、そして今日はねもう6回ですね、6回が全てだったと思います。なので先に今日は6回を振り返っていきたいんですけども、まずはじめ表守備のところですね、あのケムナ投手に代わりまして、ピンチを作ってしまいました。まあ、最初ですね、いい球放っていたんで、あ、今日は大丈夫な、ケムナ投手かなというふうに思ったんですけども、爪が甘くてね、決め球を打たれて、いきなりノーアウトでランナー二塁一塁を背負うというピンチになりました。そこでまあ迎えるね、ピッチャーバッターである吉村投手に対してしっかりねバント阻止、アウトにねするスリーバントかなで、送らせないということができたのがね結構大きかったかなと。まあ、そこからね全ては流れが始まったのかなというところはありますね。でその後菊池選手の守備ですね、もう後ろから飛んでくるボールをねどうやって取るんですかね、あれ分かんない、ちょっとどういうね、目の見方、体の使い方してるか分かんないんですけども、まあ、ナイスキャッチで取ったということで、まあ、あれでね流れがガラッと、変わったような雰囲気もありましたね。まあ、その後ねしっかりケムナ投手も抑えたというのもあって、結果的にねゼロで抑えたということで、流れがこっちに来まして、秋山選手のヒットから始まって、逆転につながるという流れだったんですけども、まあ、最初にねちょっとネガティブなところいきますと、まあ、マクブルーム選手、デイビッドソン選手、こちらは、ねまあ、6回に関してはちょっと仕事することができなかったんで、まあ、次から頼みますよということでお願いしたいと思います。まあ、マクブルーム選手は、ね、その後しっかり、ね、決勝の犠牲フライ打っておりますんで、まあ、仕事この試合としては、ね、仕事できたんですけども、デイビッドソン選手ちょっと、ね、当たり止まってきておりまして、低めの変化球に、ね、ちょっと苦労しておりますけども、まあ、ここは、ね、しっかりゆっくり鳴らしていってほしいなというふうに思います。まあ、パワーは、ね、誰もが認めるところだと思いますんで、もともと打率は求めていないので、まあ、どっかで、ね、またきっかけ掴んで、月内ホームラン打ってくれればいいかなというふうに思いますんで、まあ、気にせずにね、切り替えてやってってもらいたいなというふうに思います。はい、そしてここからポジティブなところ、秋山選手自らの誕生日を祝う猛打賞ということでね、しっかり出塁してくれまして、マクブルーム選手凡退した後なんですけども、まあ、西川選手ランナー一塁にいれば、まあね、ゴロで一二塁間ここに転がせば抜けていくんだよというような、ね、手本家のような、ヒットでチャンスを作ってくれました。はい、そして、デビッドソン選手、アウトになってしまったんですけども、続く坂倉選手、まあね、ここはね1本、期待したいというところだったんですけども、しっかりね、ボール見極めてファーボールを取って、ツーアウト満塁を作って、田中選手に託すという形になりました。はい、で田中選手までね行ったところ、その前かな、坂倉選手のところですね、デイビッドソン選手がアウトになった時点で、まあ、一気にね3点4点縮めるというのは難しいかなというふうにね思っていたんですけども、まあ、坂倉選手ね1本ヒット出て、なんとかね1点返して、さらに終盤につなげていこうというイニングになるのかなというふうに思ったんですけども、坂倉選手がね、ここでファーボールで選んで、満塁となって、田中選手ですね、はい、見事なホームランでした。まあ、満塁でもありますし、初球ね、フォークで、ボール球になっておりまして、星投手だったかな。はい、で、まあ、なかなかね、ボールも続けられない、フォークも投げにくいということで、もうこれ読み勝ちですね。まっすぐ一本に張って、見事にホームランということなんですけども、まあ、ね、球をこれまでだったらね、打ち損じてファールにしてしまうというところも結構あったんですけど、それをね、しっかり捉えて、ホームランにまでしてしまうというところでね、まあ、田中選手、打率こそはまだ低いんですけども、まあ、状態確実に上がってきておりますんで、その後のね、守備も良かったですよね。ファーストへの送球ももうマクブルーム選手のね、顔の前、左かこっちか、顔の前にしっかり送球するということでね、動きの方がもうバッティングとともに上がってきておりますんでね、まあこれでしばらくゴールデンウィークぐらいまではね、ショートのレギュラーで出続けると思いますんでね、頑張っていってほしいなというふうに思います。はい、という感じで、まあ6回の攻防ですね、守備のところから、しっかりね、まああえてピンチを作って、ピンチの後にはチャンスあるということをね、やりまして、カープ同点に追いついていたという流れですね。まあここの時点で同点に追いついたと、いったところね、もう結構カープに分があるかなと、あそこからヤクルトがね、もう一回、
点をね、取るというような雰囲気はなかったので、村上選手の様子なんかを見ておりましても、まあなかなかね、点取るのは難しい感じになりましたね。もう同点に追いついた時点で、もうカープこれは完全に優位、流れはこっちという感じになりましたんでね、非常に良かったなというふうに思います。はい、そしてその前ですね、雨での中断もあったということで、これでね、完全に流れが変わったのかなというようなところもありますね。よくありますね、雨で中断すると流れが変わると。で、ケムナ投手もね、なかなか難しいマウンドになったとは思うんですけども、まあピンチは作ったものの、しっかりゼロで抑えた。一方で吉村投手はね、うまく対応できなかったのか、失点をしてしまったということになりましたんでね。まあ雨で流れが変わったということは、これで雨でね、連敗も止めるし、雨天コールで勝利もするし、昨日もそうですし、ということで、今年はね、本当に、まあ現地で見るのはね、ドーム球場のない、じゃないんで、ちょっと辛い部分はあるんですけども、雨に助けられるという流れができておりますんでね。まあ憎い雨じゃなくてね、恵みの雨と思ってこれからもね、雨、歓迎はできないんですけども、まあ雨が降ってもね、なんかカープの味方になってくれるんじゃないかなという思いで見ていきたいと思います。はい、というわけでちょっとオープニング今日も長くなりましたけども、こちらのチャンネルは広島カープ応援チャンネルとなっております。カープの首位万歳と思っている方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、そして今日はですね、秋山選手誕生日おめでとう、田村投手誕生日おめでとう、田中康介選手ナイスバッティングといった方はね、いいねボタンで教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、続きまして、その他のね、シーンも振り返っていきたいと思います。今日もオフェンス、ディフェンス、その他と、いった順番で見ていきたいと思います。まずはじめ、菊池選手、もう本当にね、さっきもちょっと喋ったんですけど、あの守備ですね、無限の空間認識能力と、いうことでね、あれね、何がすごいかってね、走者もね、飛び出していなかったんですよね。あれがすごいですね。だから走者も、あそこに上がったフライ、菊池選手だったら取っちゃうんじゃないかなと、いうふうに思ってね、警戒していたと。もう普通のね、セカンドだったらもうこれ落ちるだろう、行ったれみたいな感じで走ってしまうですけども、まあ、あれをね警戒して取るだろうというふうに予測してゲッツーにならなかったというのはもともとのねその菊池選手の能力の高さを伺わせておるんですけども、まあそれをねさらに取ってしまうということで、菊池選手の素晴らしかったです。まあバッティングの方もね結果出ておりまして非常にいい状態続いておりますんで、このまま継続していってほしいなというふうに思います。はい、そして次上本選手、今日もねライトでセンターでの出場というふうになりました。あそこをねセンターに上本選手入れてライトに秋山選手を回すというのは、これねまた秋山新井監督憎いところでね、やっぱり上本選手の肩だとね、ちょっとライトだと厳しいかなという点がありますので、まあ肩の強い秋山選手をライトに回すというのはね、これは本当に納得の采配かなというふうに思います。で、一人ね、ちょっと乗り遅れてる感がありますんでね、今日は一人悔しい思い、してるかもしれないんですけども、まあ非常に貴重な選手ですね。こうして野間選手が離脱したら、外野に入る。で、内野でね、もし菊池選手に何かあったらセカンドに入るだろうし、田中選手、小園選手に何かあったらショートに入ると。で、デイビッドソン選手に何かあったらサード入るというね、本当に便利なプレイヤーなので、なかなかね、下に落とすことはできないんで、もう少しだけね、バッティングの状態を上げてきてほしいなというふうに思います。で、もうちょっとね、粘れるようになればね、上本選手らしさ出てくると思いますんで、まあ、ヒットはいらないんですけども、球数多く投げさせるというような打席を増やしてくれれば、全然問題ないと思いますんで、本当にね、貴重な選手なんで、下に落とすわけにはいかないので、状態の方を上げてきてほしいなというふうに思います。はい、そして秋山選手、誕生日おめでとうのさすがですということで、ちょっとね、サイクル安打なんかも期待したんですけどね、シングルヒット三塁打ときたんで、まあ、昨日に引き続いてホームラン打ってツーベース打てばね、サイクルになりますんで、ちょっと期待したんですけども、まあ、しっかりね、その後はフォアボールだったり、シングルヒットだったりのね、続けてサイクルにはならなかったんですけども、非常に状態いいんでね、そろそろね休んでほしいかなという思いあるんですけども、まあ野間選手がね、帰ってくるまで休むことはできないと思いますんで、しっかり明日一日休んで、体調だけはね維持しておってほしいなというふうに思います。はい、そして4番マークブルーム選手、決勝の犠牲フライ放ってくれました。まあおそらくなんですけども、本人はね、納得してない不満だと思います。捉え方、感じで上がっててね、柵が越えないと、ホームランにはならないというのは本人はねおそらく不満に思ってると思います。ちょっと詰まったのか、角度的には良かったんでね、先っぽっていう感じでもなかったんで、おそらくちょっと詰まってるんだろうなというふうには思うんですけども、まああれをね、犠牲フライ打つのもね難しいんですけども、あんだけのねいい感じの雰囲気で捉えたんで、ホームラン行ってほしいなというふうには思ったんですし、本人もねそう思ってると思いますんでね、まあヒーローインタビューでは頑張ったというふうに言ってくれたんですけども、おそらく、内心ね本音のところでは納得しないというふうに思いますんで、その辺をねしっかり修正して、まあ甲子園でね暴れてほしいなというふうに思います。はい、そして続きまして西川選手、打撃の方好調ですね。まあさっきも言ったんですけども、まあここに転がせばヒット打てるよとかね、いう感じでね、職人の感じ出してきております。で、気づけばね、結構不調と言われていたんですけども、気づけばね、アベレージの方も高くなってきておりますんで、まあこのままね、問題なく、活躍していってくれると思います。まあ4番とね、6番がちょっと状態良くないので、この5番がね、鍵になってくると思いますので、このまま好調の方維持していってほしいと思います。はい、そして
ですね、ツーベースで出塁した時ですね、ちょっとショートゴロで三塁狙って、タッチアウト食らってしまったんで、あれはね、ちょっと暴走だったなというところもありますんでね、気をつけてほしいなというふうに思います。はい、そしてね、まあ、初回、玉村投手、点取られて2回ぐらいだったかな、ファールフライ、レフト線のファールフライなんかもあってね、点差があって結構ダラダラとしがちなんですけども、しっかりね、スライディングキャッチ試みて、まあ、結果的にはね、取れなかったんですけども、まあ、全力で打球に追っかけていっているということで、まあ、玉村投手に対してね、無言の喝を入れてくれてたというふうに思いますんで、今年はね、守備もしっかり頑張ってくれておりますんで、このまま維持の方していってほしいなというふうに思います。はい、そして続きまして、デイビッドソン選手、こちらはね、まあ、バッティングの方はね、さっきも言ったようにちょっと苦労しているんですけども、まあ、今日もフェンス際ファールフライね、しっかり追っかけて取ってくれましたということもありますし、まあ、ゴロの方もね、昨日ちょっとね、送球の方不安なところあったんですけども、まあ、守備が悪くないのでね、我慢して使えることはできるというふうに思いますんで、まあ、6番でね、打率、ちょっと1割ちょいかな、になってしまっておりますけども、ホームランがありますんで、怖いね、存在感はあると思いますんで、まあ、守備でね、これでエラーしまくりますと、まあ、いよいよ変えなきゃいけないかなというふうになるんですけども、まあ、守備がね、しっかりできているということは我慢してね、使い続けてもいいかなというふうに思いますんで、皆さんもね、一緒に我慢の方よろしくお願いします。はい、そして坂倉選手も勝利を決定づけるね、ソロホームラン出ました。昨日ね、ちょっと状態上がってこないんで、逆方向にね、意識を持てというふうにね、もうちょっと厚かましいながらも、言ってしまったんですけども、今日はしっかり引っ張ってね、ライト、右中間フェンスオーバーということで、その前もヒット1本あったかな。はい、状態の方が上がってきておりますんで、もう大丈夫かなというふうに思います。ですので、来週ですね、もう一回、玉村投手チャンスあると思いますんで、そこではね、しっかりリードしてあげてほしいなというふうに思います。で、バッティングの方ね、状態上がってくれば、おそらくキャッチャー、配球リード面でもね、良くなってくると思いますんで、坂倉選手もう心配しておりませんので、頑張ってください。はい、そして、田中選手も今日はね、素晴らしかった。もう先ほどね、喋ってしまったんで、ここでね、あえて言うことはないんですけども、まあ、このままね、ずっとレギュラー張ってってほしいなというふうに思います。小園選手、矢野選手のね、高い壁として、このまま存在感を見せていってほしいというふうに思います。ありがとうございました。はい、そして、途中から出ました大森選手ですね、1打席目かな、代打で出たところ、3ボール1ストライクぐらいからなってね、おそらくウェイティング出たのかな、で、3ボール2ストライクになったんですけど、その後ね、また同じようなまっすぐを、三振して終わってしまうということでね、淡白な打席になってしまったんです。あそこをね、やっぱりファール1個2個打てるようになってくればね、またね、レギュラー近づいてくると思いますんでね。ただ、その次の打席ですね、また3ボールかな、作って、なんかね、大森選手投げにくいのかな、結構いいカウントを作ることができるんですけども、まあ、その次の打席ではしっかりね、センター前カットバスていましたんで、試合の中でしっかり修正ができたというような成長かなというふうに思いますんでね、守備の方はね、しっかりアピールできておりますんで、こうしてね、バッティングの方でもコツコツアピールしていってほしいなというふうに思います。で、その後の、盗塁ですね、まあ、ここもね、アウト、結構余裕でのアウトになってしまったんですけども、まあ、あえてチャレンジしていくことによって成長していくというふうに思いますんで、走って全然いいケースだというところなのでね、まあ、しっかりスタート切れたということで、まあ、よかったというふうに思います。もう少しね、際どいところまで行ってほしいなというふうには思いますね。はい、そして小園選手、ナイスバッティングのスリーベースでしたね。もうひょっとしたらですね、田中選手があそこで満塁ホームランを打ったことによって、まあ、しばらくね、さっきも言ったんですけど、ゴールデンウィークぐらいまではね、田中選手、ショートのレギュラーで十分かなというような流れになってきておりましたんで、そうなりますとね、矢野選手もいる、韮澤選手もいると、なりますと、小園選手がね、1軍にいる意味というのがあまりなくなってきますんで、しっかり2軍の方で、腰を据えて調整してこいというふうに考えがちだったんですけども、ここでね、ラストチャンス見事に物質にして、スリーベースということになりました。まあ、秋山選手のところもあったんですけども、意外とですね、マツダスタジアムのライトというのは重要になりまして、ちょっとね、油断しますとスリーベースになるので、まあ、いうふうにね、サンタナ選手や外国人選手でね、ちょっと動きが緩い選手がいると、まあ、三塁打になりますんでね、まあ、逆にカープの選手、今日は秋山選手ですし、まあ、普段はね、野間選手、それから大森選手を守ることはあります。三塁打をね、できるだけ少なく、する守備というのをね、相手のこういう悪いところを見て学んでほしいなというふうに思います。はい、そしてね、まあ、韮澤選手、矢野選手ね、ともに今一軍入っておりますんでね、こういうゲーム展開、まあ、昨日、一昨日も含めてなんですけども、非常にいい経験しているというふうに思いますんでね、しっかり自分が出るときには、この、先輩たちのね、いいプレー、いい流れというのをね、見て、自分が出たときには、そのね、一位になれるように、頑張ってほしいなというふうに思います。はい、続きまして、ピッチャーの方を見ていきたいと思います。誕生日おめでとうの玉村投手ですね。こちらは3回を投げて7安打5失点ということでね、ちょっとコントロールの方が定まらないということで、ちょっと残念だったんですけども、まあ、3回のところですね、3イニング目のところなんですけども、まあ、ここはね、三者凡退に打ち取ったというところだったんで、もう1イニングね、立ち直ったかなというのを確認したくて見たかったんですけども、まあ、打席が回ってきたのかな。はい、ということで交代になってしまったんでね、本当に立ち直ったのか、もうたまたま抑えたのか不明だったんですけども、まあ、おそらくね、
開幕の1戦目といいますかね、あの3試合目のところ、初登板のところと先週の登板のところを見ますと、この1試合でね、すべての信頼がなくなるというようなピッチャーではないと思いますんでね、来週もう一回チャンスもらえると思いますんで、しっかりね、修正して、投げてね、欲しいなというふうに思います。はい、その後受けましたアドア投手、やっぱりこういうところがね、適正かなというふうに思います。早めの回で、先発が崩れてしまった時に、イニングの頭から投げて、2イニング、もしくは3イニングかな、今日は打席回ってきたので2イニングだったんですけども、まあそういうところでね、しっかり投げてくれるピッチャーがね、必要になりますんで、この前、木下選手かな、遠藤投手に代わって、木下選手のところにね、決めていったというふうに新井監督言っていたんですけども、やっぱりね、イニング途中ではなくて、こうしてね、頭から投げさすことによって、アドア選手輝くというふうに思いますんで、これからもね、早めの回の、スタンバイで、こういうふうにね、チームの流れ、劣勢の流れを変えてくれるピッチングを期待したいなというふうに思います。はい、そして、ケムナ投手ですね、ここもさっき、6回のところね、ちょっと触れたんであまり長くはないんですけども、まあ、ゼロでね、結果的にゼロで抑えたというのは成長かなというふうに思います。先頭を出して、2人目出して、ガタガタガタというふうにね、行きがちなんですけど、悪い時のね、ケメナ投手だったら、あれでピッチャーがバントの構えしても、フォアボール出しちゃうみたいなね、ところもあったんで、その辺はね、しっかり成長したかなというふうに思います。まあ、菊池選手のね、ファインプレーもあったんですけども、あれはね、菊池選手素晴らしいのはもちろんなんですけども、しっかりね、打ち取った当たりになっておりましたんで、ケメナ投手成長してきておりますんで、このままね、今日も負けゲームでの、負けてる展開での登板となりましたけども、しっかりね、信頼の方を上げていって、またね、勝ちパターンに戻ってきてほしいなというふうに思います。はい、そしてその次を受けました、松本投手、ターリ投手ですね、先。はい、で、村上選手がね、完全に嫌がってるなという様子あります。昨日かな、おとついかな、スライダーすっぽ抜けて頭の上抜けた後にもう一球ね、スライダーを続けて、ストライクを取ったというシーンがあって、まあ、それがね、結構頭に残っているのが、今日はね、そのスライダーを狙っていたのがまっすぐに反応せずというところだったんですけど、最後やっぱりスライダーみたいな感じでね、もう村上選手の頭の中がパニクっているということなので、これはね、本当に戸根投手もいる中で、ターリ投手、2人ね、村上キラーというのができたというのは大きいかなというふうに思います。まあ、村上選手自体がね、今状態が良くないということで打ててないのかもしれないんですけども、こうしてね、2人嫌なイメージを持たせれたということは、これからシーズンね、長いところを考えますと、まあ、村上選手もね、おそらく復調してくると思いますんで、早めにね、苦手意識を持たせれたというのは大きいかなというふうに思います。はい、そして続きまして、松本投手、安定しておりますね。失点の方はあるものの、自責はゼロという登板が続いておりまして、もう矢崎投手がね、下で、もう、今か今かと待っているんですけども、まあそんな中で、矢崎さん8回譲りませんよ。僕もこのまま行っちゃいますよ、みたいな感じでね、しっかり信頼の方勝ち取っておりますんで、もうこれで矢崎さん帰ってきてね、森浦さんも帰ってきたら、非常にリリーフ陣もね、熱くなってくるというふうに思いますんでね、非常にいい感じで来ております。はい、そして最後、栗林投手、坂倉選手のね、ダメを押す、ホームランあって、2点あったということなんで、もうこの展開であればね、全く問題ないなというふうに思います。まあ打順的にもね、結構楽って言っちゃいけないんですけどね、9回を投げるのに楽はないんですけども、まあ結構いいところで投げたということもあって、問題なく抑えられたというふうに思います。はい、ということでね、栗林選手も、安定してきておりますんでね、最初はね、ちょっとどうなるかなというふうに思って、まあジャイアンツの3連戦でもね、いい悪いいいみたいな感じでいたんで、今年の栗林投手どっちかなというところだったんですけども、まあ今日のピッチング見る限り、やっぱりいいというふうにね、判定したいというふうに思いますんで、これからもですね、栗林投手にセーブシチュエーションで多く回してあげたいなというふうに思います。もう今日のね、ダメ押しの1点、坂倉選手の1点、あれは本当に大きかったですね、栗林投手の、メンタルもね非常に楽になったかなというふうに思います。はい、というわけで本日の振り返りは以上になります。というわけでね、最後またちょっとね、いらんとこ振り返っていきたいとチェックしていきたいと思います。はい、これでなんと首位に立ったということで、気分いいですね。まあまずシーズン始まったばかりなんでね、意識するとこではないんですけども、まあ首位に立っていることにね、越したことはないということで良かったと思います。はい、そして火曜日から甲子園での首位攻防というふうになりますんでね、ここはなんとかビジターではありますけども、勝ち越して、終わりたいなというふうに思います。はい、で雨でね、ここ3日間、とても大変な、試合となりました。体調の方もね、ちょっと難しい管理となったと思いますけども、まあ明日しっかり休んでね、甲子園までの移動なので、比較的ね、楽な移動となると思いますんで、しっかり休んで、火曜日からの攻防、にね、備えたいなというふうに思います。はい、そしてね、まあ雨の天気といえば、阪神園芸さんもね、有名なんですけども、マツダスタジアムのグランドキーパーも非常に素晴らしかったですね。シートをね、外野方向にめくってって、全部その水外野の芝に行くじゃねえかというふうに思って見てたんですけども、その後ね、なんかドリルで掘って下の方にね、水を全部流していくという作業もあってね、本当に緻密にね、綿密に作業の方がね、決められているということで、選手たちもね、気持ちよくプレーしているというふうに思いますんでね、まあ今年はね、こんな感じで行きますんで、おそらくまたまたね、グランドキーパーの出番多くなると思いますんで、しっかり整備の方をお願いしたいと思います。ありがとうございました。はい、で下ではですね、林選手、田村選手がね、やっぱり状態いいということでね、今か今かと待っておりますね。
森投手もね、今日3イニング0失点かな、ウエスタンの方で活躍しておりますんで、本当にね、あのレベルの高い、競争の方ができているかなというふうに思います。で、今日でいきますと田中選手と小園選手ね、揃っていいところで打つということでね、もうこれがハイレベルな競争だと、言わんばかりのね、この打ち合い良、かったなというふうに思います。はい、そんな感じでね、チーム力が上がっていけば、カープね、まあ今首位なん、今はね、まあ、たまたまの首位かもしれないんですけども、秋頃はね、本物の首位取れるかというふうに思いますんで、このままね、継続して頑張っていきましょうということで、本日の動画も終わりたいと思います。非常に気分のいい週末、これで2週連続気分のいい週末となってしまいましたね。明日の月曜日仕事、もう逆にね、先週はね、やる気持って頑張ろうというふうに言ったんですけども、逆にね、もう仕事どこじゃなくなっちゃうかなということで、毎週ね、皆さん頑張っていきましょうということで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。明日一日ね、気分よく休んで、またね、火曜日の夕方、楽しみたいなというふうに思います。ということで、カープの皆さん、田中康介選手ありがとうございましたの、いや、違うや、はい、ありがとうございます。失礼します。よっしゃ。